美味しい。じゃあ振り返っていきますか。はい、2015年、はい、僕一番大事なとこいなかったですからね。って言っても最後のちょっとでしょ、うん、どういうの、あれ、いやでも羨ましかったっすやっぱり、うん、なんかいいな日本シリーズって思いながら。でギータなんてもうどう、あ2015年ですか、優勝したからまあ全てがそんな感じ、はい、自分良すぎてあんまり成績振り返りたくない感じ。もう結構振り返ったんで、もう前しか見てないんで。いやいやもう今振り返る時間だから振り返ろうっていう時間だから、振り返ろうよちょっとぐらい。うん、4番になるだけでこんな変わるんだと思って。みんな言うね4番に座った人ね、うん、でましてや出塁率が4割6分でしょ。2回に1回はランナーいるんですよ僕。あだからか、まあそりゃ月増えるよな。今までとはちょっと違う景色を見た感じですね。僕でもね、中継ぎの人の気持ちってなんかすげえなと思うんですよね。自分だけで作り上げてきたものじゃないわけじゃないですか、試合の中で言うと。誰かがこう作ってきたものを勝ちにつなげるためにやるわけじゃないですか。皆さん先発だったらこう始まったところからそこそこ長いイニング投げましたっていう充実感があるけど、そこをなんかこう当たり前にこう感じるホークスの中継ぎを抑えてすげえなっていつも思ってた。ありがとうございます。でもなんかね本当に流れってこっちでなかなかコントロールできないから、本当に車の合流するような感じ、なんかすごい速いとどうしようかなってなるし、すっごいゆっくりだ、あこの流れだったら入りやすいなみたいな。例えうまそう今ねふわっとなんか流れの話してたから、印象に残ったプレー、印象に残ったプレーこれ、ギータは僕いっぱいあると思うんですよ。お前さ、食べることは一応食べる番組だから。ちょっこれ何ですか。これアワビじゃない、外がアワビ。バリうまいっすね食べる番組じゃないです、それ喋ってくれないですか。わかりました。2打席連続を初めて打ったのが名古屋ドームだったんですけど、名古屋ドームで打ったホームランが結構自信になったっていうか、宮に当たったやつでしょ。そうに劣ってたっすね。当たった疑惑のホーム、疑惑ね、あれはほんまになんか今と違う感覚があったっていうか。へえ。俺ね、サヨナラホームラン、ヤフオクドームの、俺その時投げ終わったかなんかでベンチで見てたんだよね、うん、バーンって打った瞬間これ止まっててさ、あれこれファールなのかな、はい、どうなのかなってパッと見たらイージーホームランで、もうねあの絵がこうやってね、ドライバー打ったこのあとどこまで俺飛ばしてフェアウェイかなみたいな感じのね、うんうん、うわこいつ俺で本当にあの後、はい、パリーグ TV で3回見たあの人いやめっちゃかっこいいなと思って、あんなやってみたいなと思って。いやファールかと思ったんですよ。嘘言え。いやほんま俺覚えてる、俺覚えてるけど、お前にその直後話した時あれ何なのって言ったら余裕っす余裕だったっすつって見てたっすって言ったからね、もうめっちゃ覚えてる。熱男もうでも熱男ってもうマッチのもんみたいね、松田さんってイメージ、もう俺らのイメージじゃないんじゃないかなと思う時ある。もうなんかスローガン松田って感じ、もう熱男じゃなくて熱男かっこ松田って、はいはい、なんかちょっと小さくて控えめだったっすよね。あ、そうなんです。最初はい、でもなんかこっちから急に熱ーってやりだして、どっかからすごいスイッチ入った瞬間あるの、ね、最初はあいつだけやったのがだんだんこうお客さんとかもうマッチが打ったらわーって感じですよね。うーわー熱ーみたいになってきて、へえいいな、かっこいいね。へえってお前見てないの。見てないっす。いや松田さんしか見ないですもん、その周りが見えなくなる。でもおもろすぎるっす、あのファンの人はめっちゃおもろいですもんあれ、うん、で松田さんあれ試合前ミラールームで練習してますからね、うん、熱いって言われて
マジで引いたそれ見てそれ引くな、キモいなって思いましたでそれ見られてるの気づいて松尾さんお前もやれとか言って俺も鏡に向かってやらされますから偉いよね、やっぱチームの空気を下げないよ、うん、やばいっすね、そういう感じでしょ、うん、いや絶対無理してると思うよ、うん、無理多分家帰ったら多分こんなんだと思うめっちゃいいや絶対そうだと思うよ、そうなんすかね、俺でもそんな松田さん見たくないっす、でもギータとかなんかこう他のスポーツなんかイメージがあんまないっす、いやもうしないっすね僕は、やろうな、スポーツあんま好きじゃない、へえ。どっちか言ったらインドアなんです、漫画とかが大好きなんで、はい、スポーツは漫画とかどういうの見んの、ジャンプ、マガジン、ヤンマガ、侍ジャパンに行った時に国久保さん、カンマ国監督ですよね、で本読めって言われた次の日に移動で漫画読んでる、ね、お前また怒られるぞお前ってしたらバリ怒られたっすバリ怒られた、その移動だったんですよ、神戸に、神戸の移動でちょうどその日がジャンプの発売日だったんですよ、月曜日でジャンプ読めってさ、国久保さんがテクテクテクって歩いてきたんですよこっちになんかな思って、そしたらカメラマンとかも、あ、なんか国久保監督がなんか言ってるぞみたいな、バーってめっちゃ撮りよんすよ、話の内容、お前漫画絶対読むなよとかお前漫画読むなっつっただろみたいな話なんすよ、記者とかも何話してたんですかとか言えないね、なかなかね、あ、言わないですもちろん主義のことです実際ジャンプ出しとか思いながら仲のいい選手もあるいや、いいじゃないですか、で僕が今まで見た中でマッチの一番面白かった話は、あいつデッドボールだって骨折したんですよ、で高圧酸素治療器ってあるじゃないですか、うん、でもうあれに入ってこう早く回復をさせろと、その部屋に入った瞬間にマッチが椅子にこう座って、うん、高圧酸素治療器に手だけこうやって突っ込んでます、こうやって普通酸素カプセルって中に入ってこうそれを吸って回復を早めるために、嘘だろ本当ですって聞いてみてください今度で、こうやって座ってこうやってやってるから、あいつだとか言ってるから、お前何しとんって言ったら、いや、いや入れって言われたんで入ってましたって言うから、お前毛穴から直す気かすごいなって。